えでは、時間になりました。えー、始めたいと思います。皆さん、こんにちは。えー、本日は、会津大学オープンキャンパスへようこそいらっしゃいました。えー、私は、会津大学学生部長の金子と申します。よろしくお願いします。えー、本日は、時間の許す限り、会津大学を楽しんでいってください。それでは、ただいまより、大学説明会を開会いたします。 えまず、はじめに私の方から合図大学の紹介と、えー、入試制度について簡単にご説明いたします。 えっと、アイズ大学の特徴として3つ挙げました。えー、まず、コンピュータ理工学専門の公立大学です。アイズ大学は短科大学といって、コンピュータ理工学の専攻しかありません。なので、受験の時に、えー、細かい学科を選ぶ必要はなく、 なんとなくコンピューターのプロになりたい、コンピューターをな学びたいと思う人は受けてもらうことができます。で、1、2年生の2年間でしっかりコンピュータ理工学の基礎を学んで自分の興味のある分野を探してください。えー、2つ目の特徴として、合図大学は世界標準の専門教育を行っています。えー、使用しているカリキュラムが CS2013 という、えー、カリキュラムで、こちらが、えー、世界標準の ICT 教育のカリキュラムとなっています。 そして最後に、えー、徹底した英語教育とグローバル環境を提供いたします。えっ、ー、と、皆さんご存知だと思いますけれども、合図大学では卒業論文を英語で書いてもらって、えー、その口頭発表も英語で行います。で口頭発表には漏れなく、えー、英語による質疑応答がついてきますで。これらができないと卒業することができません。なので、えー、皆さんが卒業できるように1年生の頃からしっかり英語教育を行います。 で加えて、外国人教員や留学生が非常に多いので、知らないうちに自然にグローバルな視野が身につきます。なので、ア津大学は世界での評価が非常に高いです。えー、こちら、ザ世界大学ではなくて THE、世界大学ランキングと言いますけれども、えー、アメリカのタイムズ、あ、ごめんなさい、イギリスのタイムズハイアーエデュケーションというところが、えっ、ー、と、世界中の大学のランキングを行っています。 愛知大学は、えっ、ー、と、801位から1000位の間のどこかに、えー、ランキングしてますよという結果が出ました。えー、800位から1000位大したことないじゃんって思うかもしれませんけれども、日本の大学に限って言うと14位です。で、えっ、ー、と、大学よりも上の大学、もう名だたる大学ばっかりです。で、同じランク800、800位、801位から1000位の大学、 えー、慶応大学とか、近畿大学とか、神戸大学とか、もう有名,有名大学ばっかりになります。コンピュータ理工学、非常につかみどころのない学問です。というのも非常に汎用性が高いので、もう生活のありとあらゆる分野に活かされている学問だからです。最近、あの、似たような学部が非常に増えてきました。特にこういうね、データサイエンスというの。 あの、非常に格好を浴びています。えー、愛知大学のコンピュータ理工学は、これらの学部を全て包括する学部だと思ってください。えっ、ー、と、どれを勉強しようと思っても、愛知大学ならできます。うん、え、入学の時に、あのー、受験する時にも、に、これをやりたいと決まってなくても、愛知大学なら大丈夫です。えっ、ー、と、1、2年生の間にしっかり専門基礎、 と言われる、まあ、コンピューターに関する学問を学んで、その、それを学んでいるうちに、あ、自分ってもしかしてこういうことに興味があるんだ、というのに気づくことができます。そして、えっ、ー、と、2年生の終わりに、フィールドと、えっ、ー、と、研究室を選んで、3年生、4年生で自分の興味のある分野をしっかり勉強し、そして卒業後には、えー、それに適した職業、職業に就くということになります。 で、仮に今もうすでに将来こういう職業に就きたいと決まっている人、えっ、ー、と、今度こう逆に見てってもらうといいと思います。例えば将来ゲーム開発したい、絶対ゲー,ゲームプログラマーになるって決めてる人、ここから開始するんですね。で、そういう人は応用情報工学フィールドというのを選ぶことになります。で、えっ、ー、と、それに向けて専門教育、教養、英語をしっかり勉強してください。 で、アイズ大学が、えっ、ー、と、こういう人に入学してもらいたいと思っているのが、こういうことになります。えっ、ー、と、アイズ大学のアドミッションポリシーで歌っているんですけれども、好奇心、創造性、そして論理性を兼ね備えている学生さん、そして何よりも、コンピューターを本当に学びたい、えー、コンピューターのプロになりたいと本気で思っている人を求めています。 で、プラス、えっ、ー、と、数学と英語の基礎能力ですね。これは、えっ、ー、と、アイズ大学の入試の個別試験で測るものになります。で、それに加えて、まあ、これ、アイズ大学だけではないですけれども、入学後授業についていける基礎学力と、えー、文章表現能力ですね。まあ、要は、国語力だと思ってください。えっ、ー、と、これらを兼ね備えている学生さんに、アイズ大学は入ってきてほしいと思っています。 でここで簡単にちょっと、えっ、ー、と、女子学生とコンピュータ理工学について触れさせてください。えー、理系女子の職業、典型的には看護師とか薬剤師とかイメージされると思います。あと、まあね、白衣を着て、こう、ちょっと試験管を振ったり、顕微鏡を覗いたりするメーカーの研究職みたいなことを思い浮かべる人も多いと思いますけれども、IT エンジニアと女子、非常に相性がいいです。で、あの、種を問わず IT エンジニアというのは必要とされている職業なんですけれども、 あの、それ以上に、あの、女性 IT エンジニアのニーズが最近ものすごく高まっています。実際、あの、最近テレビに出てくる IT、ICT のプロと言われる人はまだ男性が多いかなというイメージなんですけれども、あの、会津大の4年生とか、修士2年生とか、で、えっと、女子というだけで会ってみたいという企業は非常に多いです。 あと、あの、まあ、最近はこれ、男子もそうなんですけれども、あの、出産、子育てとキャリアの両立ですね。あの、IT エンジニアというのは、コンピューターとネットワーク環境があれば何とでもなる職業なので、あの、在宅勤務と相性がいいんです、ね。在宅で働ける職業だと思います。なので、子育てをしながら自宅で IT エンジニアとしてのキャリアを積むということが可能です。 で、えっ、ー、と、最後ですが、あのー、2024年から、4年からの4年間限定なんですけれども、えっ、ー、と、女子学生の入試成績が優秀だった学生に25万円の給付金があります。で、えっ、ー、と、これがなんと20人受けられるんですね。で、愛知大学の1割しか女子学生がいない。1学年に大体240人から250人です。なので、かなりの率でもらえる給付金です。 これ残念ながら女の子だけです。で、詳しいことは、あの、出口そち,そちらから出たところに黄色い用紙があります。説明書があるので、それをお持ちください。で、それに加えて、えっ、ー、と、図題を押す会という、えっ、ー、と、グループの、えっ、ー、と、これは女子学生なんですけれども、現役の、えー、学部生、院生が、皆さんの質問に自由に答える時間を、えー、設定しています。えっ、ー、と、2時からになります、午後は。 で、えっと、まあ、詳しいことはお配りした大学のパンフレットをご覧いただいて、えっと、時間のある人はぜひ行って、えっと、質問を投げかけてください。で、その他よくある質問ですけれども、授業は全部英語ですかってよく聞かれます。えっと、そうでもないです。1、2年生の間特に日本語の授業が多いですい。英語に関しては全部英語です。で、3年生から専門科目を中心に英語で行われます。 で、英語が得意な人は、えっ、ー、と、2年生からでも全て英語でやるというコースもあります。で、コンピュータ理工学では、英語は学問ではなく道具です。で、えっ、ー、と、最先端の技術は、英語で発信されますし、英語で身につけていかなければいけない。でそういう道具なので、えっ、ー、と、しっかり使える英語を4年間学んでもらいます。 あと、よく聞かれるのが、えっ、ー、と、留学するときにコンピューターの知識なくて大丈夫ですかって全く問題ないです。あの、一年生の中には、もうタイプできない。もうスマホは打てるけども、キーボード打ったことないですという人はたくさんいます。で、そういう人でも4年間で、えっ、ー、と、プロとして、えっ、ー、と、出ていきます。で、大切なのは何が何でも卒業してやる。何が何でもコンピューターのプロになってやる。という強い意欲と意志です。 で、資格が取れますか、えー、情報処理技術者試験の、えー、授業があります。で、あと、まあ、資格の種類に応じて、奨励金も出ています。で、こういう国家資格に加えて、えー、教員免許も取得できます、えー。詳しくは大学のウェブサイトをご覧ください。あと、えっ、ー、と、オナーズプログラムというのがあって、普通、学部と修士を出ると6年かかるんですけれども、それを5年で終えてしまいましょうというプログラムもあります。 主な就職先はパンフレットの方にもありますので、そちらをご覧ください。えっ、ー、と、入試についてです。えっ、ー、と、2024年度からいくつか変更点があります。えっ、ー、と、まず最初の変更点、定員の内訳の変更です。えっ、ー、と、太字になっているところが変更点で、えっ、ー、と、共通テスト理科1科目と、えー、個別テスト英語と数学で入ってくる、えー、一般 A というやつですね。は 138名から96名に減ります。で、その分、えー、共通テスト5教科7科目と個別テスト英語,英語数学で入ってくる一般選抜 B が36名から48名に増えます。 そして、県内の高校限定の推薦 A、これでは、えっ、ー、と、総数は変わらないんですけれども、1校からの推薦の人数が、今までは4名だったものが、男女各4名合計8名に増えます。そして、えっ、ー、と、福島県を含む全国の高校からの推薦、推薦 B、これが大幅アップで18名から48名に増えます。なので、えっ、ー、と、 1B、水仙 B, B、両方とも BB が、えっ、ー、と、大幅に定員が増えますので、ここが狙い目だと思ってください。それと、えっ、ー、と、2つ目の変更点は、えー、個別試験の 英語と数学があるんですが、その英語の配点が200点から250点に増えます。今でも数学は250なんですけれども、英語は200点だったのが数学と同じ250点になります。なので、英語と数学の比重が同じになるということになります。 で、えっ、ー、と、三つ目の変更点。これはもうマイナーチェンジなんですけれども、えっ、ー、と、学校、学校型推薦、学校推薦の、えっ、ー、と、資格のうち一つが、今までは、えー、日本情報オリンピック本選において成績優秀者だったものが、成績優秀者ではなくて、本選に出場すれば OK というふうに変わりました。で、これは、えっ、ー、と、今の2年生、2025年度入試、 の変更の予告です。今の3年生は関係ないです。浪人すれば関係ありますけど。あの2年生で、えっ、ー、と、2025年度から、えー、共通テストに情報が入るっていうのは皆さんご存知だと思います。で、2025年度から合津大学も情報を使いますが、えっ、ー、と、今、理科1科目と個別テスト英語数学で入ってくる一般 A が、理科1科目ではなく、理科か情報の 高い方の点数一つと個別テスト英語数学というふうに変わります。で、一般 B に関しては、えっと、今5教科7科目なのが、情報が追加になって6教科8科目で、えっと、入試を行うことになります。えっと、詳しいことは大学のホームページにすでに公開されているので、そちらをご覧ください。 で、えっ、ー、と、これ、実施結果なんですけれども、あの、白っぽくなっているところが、本年度、来年度、今度の入試で、大きく定員が増えるところです。なので、えっ、ー、と、一般選抜 B、推薦 B、あの、狙い目です。もし考えている方、えっ、ー、と、ぜひ、受けてみてください。で、えっ、ー、と、こちらが合格の平均点、最低点なんですが、例年、こちらの一般 B の方が、 えー、合格最低点が高い。つまり、あの、合格するのが難しいというのが続いていたんですけれども、昨年度に関しては、一般 A も一般 B も、ほとんど変わりがない感じでした。なので、まあ、年によって大きく差があるので、あのー今、今度どうなるかというのは全くわからないです。わからないですが、まあ、定員の内訳が変わるので、あの、本気で合図大学に行きたいなと思っている人、推薦、 を狙ってください。で、その中でも、あの、推薦 B というのは、ガッと増えるので、あの、人数が、推薦 B が狙い目だと思います。はい。で、えっ、ー、と、アイ大学なんと今年、開学30周年を迎えました。で、IT 技術はこの3年間、30年間で非常に、えっ、ー、と、進歩しました。で、ここ最近の、えっ、ー、と、進歩はまた加速度的に進んでいると思います。で、アイ大学も負けずに進歩していきたいと思います。 来年の4月、皆さんに合津大学でお会いできるのを楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。はい、では、えっ、ー、と、次に合津大学の英語教育について語学研究センター長兼グローバル推進本部長のウィルソン教授から説明していただきたいと思います。えー、コンピュータ理工学を学ぶためには英語力が必要不可欠です。そのため、 え本学では徹底した英語教育を行っているとご説明しました。えー、その一端をしていただくため、本日の説明は英語で行ってもらいます。皆さん、聞き取れるか、頑張って集中して聞いてみてください。では、えー、とウィルソン先生、お願いいたします。Good a f t e r n o o n m y my n a i s Ian Wilson.What are <laughs> e v e r y o n e is so quiet. Maybe it's too hot, right? Atsusugi. It's so quiet. Okay, today I will speak in English and Japanese also, some Japanese too. So don't worry. Okay. Um, I'm going to talk about English education at the University of Aizu. Okay. First, a question. Why is English important? <laughs> Why, why is English important? Well, we can learn a lot from English, especially in the field of computer science. Okay. So, in computer science, English is very important. And English is a language of international communication and business, also. Okay. Did you know there are 1. 1.5, 1.452 billion Speakers of English in the world, okay, one billion four hundred fifty-two million English speakers in the world. It's quite a lot, okay. It's a lot. Um, hmm. How about Japanese? Do you know how many? How many speakers of Japanese? 十三番でしょう。日本。日本語は十三番。Okay, <laughs> it's thirteen. One hundred twenty-five million speakers of Japanese. So, question, question for you. Why is this so high? 1 billion second language speakers, second language speakers, 1 billion. It's high because English is the international language of business and computer science. English is important in computer science. Okay. So, how about the prevalence of English in computer science? There are about 8,500 or more. Computer programming languages in the world, okay, from, from long ago to today, total about 8,500 programming languages. Out of those languages, 2,400 are from America, developed in America, 610 from England, I I UK, 163 from Canada, uh, from Australia, 75 and from New Zealand, eight, okay? So if you total, total these, one-third, sambun no ichi, one-third are actually developed where English is a first language. So this is important because computer science and programming is not only numbers, suuji dake janai, programming uh, languages, okay? Programming languages have words, kotoba mo, okay so i will show you soon so what do students say about english in computer science one student says i said i often read english books or look at english websites about programming for developing android apps i use open tutor tutorials from google but often these are not translated into english okay another student said i can find many answers to Homework thanks to uh English, thanks to English websites. <laughs> Any, anything is okay. <laughs> but not chat GPT. Okay. Uh, programming. How about programming? Programming libraries and keywords are named in English. For example, this one, set on click listener. You can see. Uh, these are English words, right? So in programming languages we use english words in many languages many programming languages and sometimes bugs bugs are caused by uh, misspellings okay bugs and if you know how to spell in english it's actually easier to program okay okay let me talk about uh, japanese university rankings so uh, kaneko sensei mentioned the times higher education T H E ranking. This is from the Daigaku ranking book from 2023. Okay. So uh, this university, Aizudai, was ranked fourth best in Japan for the lowest number of students per foreign professor. Okay. So there are uh, 27 students per foreign professor at this university. So many chances to meet foreign professors and talk. Okay. Uh, another one. Ranked number two in Japan for highest percentage of foreign professors. 35, about 35% 35 of Aizudai's professors are foreigners. Okay. International. Uh, so this is among, this is number two among medium-sized universities, 1,000 to 3,000 students. Okay. My department is called the CLR, Gogaku Kenkyu Center. And uh, it was developed in 1993 to do research and also to teach English for specific purposes. We focus on computer science and engineering English, uh, and we try to improve students' English. Okay. Uh, in addition to our research, we also uh, help students in four skills: okay? speaking, listening, reading, writing. And we also Sometimes we teach the TOEIC to students to improve their TOEIC scores as well uh, to show how you have been improving. Okay, what is the best way to learn English? What is the best way? Hmm. This is a question many students ask me. Well, I will tell you the answer. Are you ready? My secret way. Ready. Drum roll. <laughs> okay. The best way: use English as much as possible. Okay, mm, maybe you are thinking, uh, Koko a Nihon, do So, how can I use English in Japan? I, I will tell you one minute, wait a minute. Okay, when I started learning Japanese, okay, I tried using it wherever possible, whenever possible. I came to Japan and I lived in Fukuoka, Fukuoka Prefecture, uh, my first place in Japan. And I went to many yatai, taksan yatai restaurant ni te. Nihongo shabe, shabe Okay. I, I tried using Japanese as much as possible. So my first word, do you know my first word that I learned in Japan? Daikon. <laughs> it's why? Because I went to the Oden no, Yatai. And I learned all the names of the food. Oh, this is uh, Tsuji, this is uh, Asuji, this is uh, Daikon, this is Tamago, this is uh, uh, konya Konyaku. <laughs> anyway, I learned many types of food because it's real for me. Okay. It's real Japanese. I'm eating, I'm speaking. Okay. So it's much better to use English if you can. Okay. Another story, um, I went mountain climbing when I first came to Japan. Okay. Uh, this is these are my daughters, actually, uh Musumeta. Uh, this was 13 years ago, Ju San and Mai. And they are climbing Mount Bandai in in Aizu. Okay. But when I climbed the mountain, when I came down the mountain my knees were very sore hizaga itakatta. so my japanese friend said to me oh hizaga he said to me do you know the meaning <laughs> yes okay so i thought oh huh? hizaga what? what does it mean it sounds like my knees are laughing okay <laughs> my knees are laughing what does it mean so Finally, uh, I checked in the dictionary. Actually, when you look in Deep L, Deep L dictionary, uh, have one's knees be about to give way. Uh, this Japanese is very nice, short, interesting. I can remember it forever. Okay, so that's real because I was mountain climbing. I used English. I used Japanese. And I understood the meaning and I remember the meaning. So this is how to learn language, okay? Uh, how can you use English here in Japan? Come to Aizudai, okay, it's my answer. Come to Aizudai where we have many international students and many international professors, faculty. So here you can see international students, 12.8%, okay? 12.8% from 30 countries, 30 countries. Okay. So lots of chances to make friends, international friends, and speak English. Also, you can go study abroad. Okay. From Aizudai, study abroad. So you can go to Rose Holman Institute of Technology. It's a very famous university in America. It's a partner of Aizudai and University of Waikato in New Zealand. Also, Aizudai has uh, an office in California, in Silicon Valley. We have an office. So students go there every year. Okay, okay. Uh, how about Aizudai's CLR professors? Okay. Hmm. We have uh, 11 professors in the CLR. These are the professors who will teach you English Okay, at Aizudai. So uh, there is me, uh, Wakai Toki, uh, <laughs> Canada. Uh, Kaneko sensei from Japan, Roy sensei from India, Ho sensei from Korea, Perkin sensei from Canada, Blake sensei and Nicholas sensei from England, and I Ilich sensei from Canada, Lingo sensei from America, Benson sensei from New Zealand, and Carr sensei from Australia. So these are all the Aizudai professors who teach English to you. Okay. Okay. At Aizudai, the English courses that you learn in first year, Ichinensei no toki, uh, you can study. Four skills: listening, speaking, reading, writing. Okay, we also have second-year courses every student must take, and we do have TOEIC preparation courses. Uh, this one, it's your choice. Okay, it's your choice. Okay, uh, English courses in third year. San nensei no toki. There are twenty-two courses from which you can choose. You can choose two or three or four. It's up to you. And in fourth year, you have, to, you have to write a thesis and present a thesis. So we have a thesis writing course. Okay. Uh, how about the TOEIC? All students must achieve 450 points by the end of second year. Okay. Ninen, you no no toki made 450 points. It's not so high. Okay. It's very low. Don't worry. Uh, 450 points is the first step. Okay, not the ultimate goal. I hope you go much higher. Okay. You can see you can make money also if you have a good TOEC score. For example, 600 points or more, you can get Ichiman yen, free money. Okay. 730 points, Ni Manyan. 860 points, Sam man yen. You can get free from the university. Okay. So uh, very nice extra money for you. This is the average TOEIC score for our students. Ichinense 460, ninense about, uh, about 510, okay, and sanense, yonense, so it keeps going up. Especially from first year to second year, goes up a lot, okay. But again, this is the first step. Okay, okay don't be afraid to make mistakes. So it's my number one advice for you. Ego tsukatte kudasai use english don't be afraid hazukashi ga okay don't be embarrassed my my japanese is very bad okay what what boku no nihongo wa ni I, I don't know japanese grammar very well at all okay bunpo nihongo no bunpo amari but i try i try okay then we can communicate so let me tell you a story very quickly Uh, in Japanese. 日本語で頑張り、頑張ります、okay? 日。日本語だけで頑張ります。じゃあ、あのあ、ある日、ある日、私は車、私の車、これ私の車じゃないけど、もっとかっこいいけど、私の車をあの運転、運転してたで。ガソリンはあんまり入ってないから、ヘニオスに行って、 エニオスの人に、あガソリン満タンああ、満点、満点と言って、満点え彼が、え何満点。もう一回、満点ガソリン満点と言って、はは満タンですかと彼が聞いて、私に聞いて、ああ、そっか、満タンあいつも間違い。 満天満、タン難しいですい。今でも、今でも間違える。で、満タンと満天は違うということがあ分かって、full marks, full tank. は、旦は tank。天は marks。あーじゃあ、あの、満は満は何,何ですかあ、full, full。分かった。満 equals full。勉強になって、 オッケー、満月満社満席、満室。いろんな言葉が、あの、習いました。満の分かったら。これは何、んですかみなさん。アイズソースカツ丼。だけど肉がすごくいっぱい入ってる。これは満トンです。<laughs> 冗談です。笑っていい。<laughs> 満天満、タン満トン。 じゃあ、ま、yeah.、まんとん食べたら満足ですかうん。Mm. If you eat a lot of pork, are you satisfied? 僕は満足。満足です。大好き。あの、このアイズソースカツ丼。ちょっと待って。満足ま、満足満足なんなんで満足ま、なんで full legs? full legs? 足が、ま、ま、いっぱい。おかしいでしょう足がいっぱい。と <laughs>。 おかしいななんで。なんで日本語は満足どういう意味最初の意味。わからない。まあ、満んまんですはは。はっぱいを食べてたら満ん親父がもういい。はい、親父がもういい。はい、もういい。ありがとうございました。以上です。